パーイ軍は、太陽国北部の名本村県に属する軍である。パーイの名称の由来には、諸説ある。まず、移住してきたシャン族が自分たちを、パーイと呼んだ者がなまったという説。次に、国主の名前君サーンパイの名前から取ったという説。最後に地元を流れるパーイ側から取ったという説である。最後の説は、パーイ側のパーイは、 元々はではなく、パーイだったとする。後者は、影に引き下がるという意味がある。元々らは族などの土着民が住んでいた地域であったが、現在のシャン州の各地方から、シャン族の移民が集まり、ムアンパーイと呼ばれる町を作った。この町は、クンサアンパーイと呼ばれる人物によって治められた。その後、チエンマイ王、マホータラプラテート王はチャオケイオムアンマーオムアンパーイ。 の地域に派遣し新たに、パーアイ側の西に町を作らせくんサームパーアイを国主に任命した。この時、旧市街地は北にあったので、ウィエンヌアと呼ばれ、新たに建てた町は、ウィエンタイと呼ばれた。こうしてムアンパーアイは、チ延米の徴工国となったが、米を収めていたわけではなく、森林製品の兆候が義務付けられていたと考えられる。インタウィチャヤーノン王時代、 パーカー・カンナを国主に任命、さらにその後、クンサーン・ムーンを国主に据えたが、1911年、着リー改革により、内務省の管轄下に置かれ、軍となった。軍の中心部は軍を、北から南へ流れ、さらに西方面へ流れていくパーアイ、川の形成した平地にある。その東西南北を山岳地帯で囲まれ、南西のパーアイ川流域付近が、 名本村方面に向かって開いている。また、軍の東部には、不愛ナムデン国立公園に指定されている地域が存在し、道公園内には、ターパーイ温泉もある。交通は1095号線が、北西から南東に向かって伸びており、北西に、名本村方面、南東に、名庭園方面とつながっている。また、国道1265号線が、 南西に伸びており、メイチェムの北の辺境とつながっている。軍の、主な産業は、農業で、主な生産品は、ニンニク、大豆である。テイサバーンタムボンパーアイの様子。軍は7のタムボンに分かれ、さらにその階に66の村がある。自治体があり、以下のようになっている。また軍内には7のタムボン行政隊がある。タムボンのイエン隊、タムボンのイエンヌア、 タムボンメーナートゥーン、タムボンイメヒー、タムボントゥンヤオ、タムボンムアンペーン、タムボンポーンサー。ありがとうございます。